ペガサスハイドです。今回は初心者向け BL 漫画の描き方について説明したいと思います。漫画家になりたいと思っている人、特に女性は BL 漫画を描きたいという方もいらっしゃると思います。実は今僕のペガサス大学には BL 漫画を描きたいという女性が殺到しています。初心者さん、同人誌作家さん、プロの連載作家さんなど、二次創作からオリジナルまで、ライトな BL 漫画からハードな BL 漫画まで、様々な BL 漫画を描く人が集まっています。 BL 漫画を描いておられるほとんどの方が二次創作とか同人誌から入っておられるので、漫画を基本から学びたいという方が僕のところに集まってこられています。 BL 漫画を描きたいという初心者さんの中には、何から始めたらいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。そこで今回は、漫画の単行本を40冊以上発行し、漫画専門学校講師として2000人以上の漫画家志望者を指導してきた僕が、 BL 漫画を描きたいという初心者さんのために、何から始めたらいいのかを解説していこうと思います。この動画を見れば BL 漫画を描く準備の仕方がわかります。 BL 漫画を描くことに興味がない人も、漫画を描く前にどんな材料を集めればいいのか、ヒントになることがたくさんありますので、ぜひ最後まで見てください。ちなみに僕はこのチャンネルで、皆さんが漫画家になるための有益な動画を発信しています。漫画がうまみえするようになる動画はもちろん、自分の漫画が認められたり、プロとしてデビューできる方法の動画も配信していますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。公式 LINE もやっています。明日、売れる BL 漫画と売れない BL 漫画の違いという有料級のブログを配信しますので、今のうちにお友達追加もよろしくお願いします。それでは、初心者向けBL 漫画の描き方を説明していきましょう。まず一つ、漫画に登場するキャラクターを決めるということですね。キャラクターがいないと漫画は始まりません。ですけど、初心者さんはね、いきなりオリジナルのキャラクターを作れっていうのはね、ちょっと難しいと思います。だから僕は二次創作から始めていいと思います。二次創作っていうのは、すでにある漫画とかゲームのキャラクターですね、それを借りて自分の漫画を作るという方法のことを言います。漫画を作るのに一番難しい部分ってキャラクターなんですね。だからいきなりオリジナルのキャラクターを作れと僕は言いません。すでに存在するキャラクターを借りて書いてみるっていうのでいいと思います。そしてキャラクターは2人作ってください。BL 漫画っていうのは男性同士の恋愛の物語ですから、1人だったら始まらないですよね。必ず主人公と相手役のキャラクターと2人作る。まあ、2人決めるという言い方でもいいですね。二次創作の場合は、自分が書きたいなと思うキャラクターを2人用意してください。次は性格を決めるということです。性格も主人公の A 君、それから相手役の B 君、2人は最低絶対登場しますので、この2人の性格を決める必要があります。だけどね、性格を決めると言っても難しいと思いますので、このように考えると良いと思います。二次創作、すでにある漫画やゲームのキャラクターをお借りして、そのキャラクターを描く場合は、その漫画やゲームの設定のままの性格でいいと思います。そしたら何も考える必要はありませんからね。オリジナルで作ろうと思われている方は、だいたいこの5つぐらいのパターンを考えると良いかなと思います。1つは積極的で強気なタイプですね。俺様系とか悪魔系とか先輩系とか攻めとか言われるタイプがこういうタイプだと思います。それから消極的で弱気というタイプもありますね。例えば弟系とか癒し系とか受けとか言われるタイプはこのタイプだと思います。この2つが相反する性格というかね、一番分かりやすいパターンかもしれません。あと、元気で好きという気持ちにストレート、こういうタイプもいると思います。こういうキャラクターは少年漫画の主人公系のキャラクターですね。誰もに愛されるタイプっていうのがこういうタイプだと思います。それから、好きだけど素直になれない系、好きなんだけど意地悪な態度をしてしまったり顔に出せないタイプですよね。例えばツンデレ系って言ったりとか、知的系、こういうのも入るかと思います。そして、何を考えてるかわからない系ですね。これは不思議ちゃん系とかね、あと天才キャラクターなんかもここに入るかもしれませんね。で、相手役の B 君ももう同じです。上を丸々写しました。この2つのキャラクターの、どれかとってどれかと掛け合わせると良いと思います。例えば、主人公は消極的で弱気なタイプ、相手役の B 君は積極的で強気なタイプみたいにすると、大体のカップリングの性格っていうものが見えてくると思います。
3つ目、舞台を決めてください。舞台って何かと言いますと、物語の中心となる場所のことですね。例えば日本の学校、これ多いですよね。高校とか大学が舞台になることが多いです。中には中学校とか専門学校とかもあるかもしれないんですけども、ドラマの性質上この辺をよく見ます。そして日本の会社ですね、これも人気ですね。サラリーマンっていう設定が多いです。それからサラリーマン以外の何かの職業っていうのもありますね。例えばカフェの店員とか、スイーツ職人とか、本屋さんとかね、アルバイターなんかもここに入るでしょうね。こういう風な設定なんかもよく見ます。それから外国の何かっていうのも多いですね。例えば外国のデザイナーとかね、研究員とかね、大会社の社長とかね、こんな設定もあったりします。だけどこれはちょっと上級者向けかな。外国の社会の様子なんかもちょっと分かっていないといけないので、ちょっと難しいかもしれませんね。それからファンタジー世界、これもよく見ます。例えば魔導士とかハンターとか騎士とか王子様、そういう風な役柄というかね、役目、舞台で物語が展開されているものが多いです。これ以外にもいろいろあるかと思うんですけど、この5つの例の中にもね、好きだなとか、これが書きやすそうって思うものが入っているかと思います。そして次に立場っていうものを決めてください。立場って何？なんかちょっと難しそうと思うかもしれないんですけれども、 BL 漫画の場合は男性が2人必ず出てきますから、どのような立場にいるかっていうのを決めておくと漫画が書きやすくなります。例えば先輩と後輩とか、上司と部下とか、お兄ちゃんと弟とか、師匠と弟子とか、あとその2人の関係が片思いの関係なのか、両思いの関係なのか、2人の関係ですよね。それを決めておくと物語が書きやすくなりますので、立場を決めておくと漫画が書きやすくなります。この3の舞台、それから4の立場っていう、この2つは、漫画のカテゴリーを決めるものにもなりますね。 BL 漫画っていうのはカテゴリー、カップリングみたいなものが大事になっていきます。それによってこの漫画読んでみようっていう風に思う読者も多いですので、このあたりを決めておくと、読者さんが、皆さんが書く漫画にこれちょっと読んでみようかなっていう風に思ってくれやすくなると思いますよ。5つ目、ストーリー。これ難しいですよね。でも僕ね、あえてこう言っちゃいます。ストーリーはね、なくていいと思います。漫画はストーリーがあるから成り立つんじゃないのってびっくりした人もいるかもしれないんですけど、ここでは初心者さんに向けて僕はお話ししています。漫画を書き始めの人からね、いきなり難しいお話を組み立てろっていうのはちょっと僕厳しいと思うんですよね。なのであえてこういう風な言い方をしたいと思うんですけれども、まず起承転結、これ考えなくていいと思います。思いつ好きでひらめいたままパッて書いていいと思うんですね。 BL 漫画を書きたいっていう人は、何か自分の頭の中で、わあこんなシーンあったらいいなとか、こんなシーン書きたいなっていうワンシーンだけが思いついてると思うんですよ。なのでそのシチュエーションの部分だけ、そこだけ書くっていうのでいいと思います。もう起承転結とかね、いらないと思います。僕はもういきなり、もう男性同士の恋愛が始まっていて、オチとか結末なんかもなくて、その漫画の真ん中って言ったらいいのかな、漫画の途中を切り取ったみたいな状態をとりあえず書いてみると、それだけで僕はいいと思います。だってまだ初心者さん、漫画の書き始めの人ですからね。コマを割って漫画っぽいものができただけでも、 BL 漫画書けたっていう風に思っていいと思います。6つ目、ページ数は短めにってことですね。売れてる同人誌とかを見ると長いものがあったりしますよね。中には100ページ超えるものもあるかと思うんですけど、ここでは初心者さんに向けて話していますから、初心者さんからいきなりね、そんな長い漫画を描けっていうのはちょっとね、厳しいと思います。なので最初から無理しないで、これぐらいでいいと思います。もう4ページから8ページぐらい、これぐらいの短い漫画でもう十分と思います。そんな短かったらお話書けないよって思う人いるかもしれないんですけど、もうここだけで僕はいいと思ってるんで、思いついたシーン、思い浮かんだシチュエーションだけパッて書いたらいいと思うので、もうこれぐらいの短いページでも十分だと思います。書きたいシーンだけを書くってことですね。で、慣れてきたら、16から24ぐらいの漫画に挑戦してもいいかもしれません。逆にね、長くなっちゃう人もいると思います。作
文とかも書き始めたらどこで終わらせていいかわからなくなるっていう経験がある人もいると思うんですけど、漫画も書き始めたはいいものの、どうやって終わらせていいかわからなくて、どん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 伸びていって、いつの間にか50ページ以上の大長編な漫画になっちゃってるっていう人もいると思うんですね。で、そういう場合は僕はおすすめするのは連載漫画形式にするっていうことですね。ところどころ切っていって1話目2話目3話目っていう風に分けるのがいいかなと思います。で、その1話目2話目も綺麗にページ数揃ってなくてもいいと思うんですよ。例えば1話目は7ページ2話目は14ページ3話目は21ページ4話目は9ページとか、そんなバラバラになっても僕はねいいと思います。初心者さんなので、ここで僕話しているのは最初から何もかもねきちきちっと1話20ページで全部揃えなさいとか、そんな厳しいことを僕言うつもりはありません。まず漫画を描いて楽しいっていうのが大事だと思うので、あともっと言えばシチュエーションの羅列だけでもいいと思います。つまり起承転結も話のスタートもオチも何もなく、ただただ思いついたシーンを書くと、でそれで一旦終わっていて、また別の全く関係ないシーンを書く、でまた全然つながりがないんだけど、そのまた次の思いついたものを書く、もうそれだけでも僕いいと思います。とにかく漫画っぽいものが書ければもう OK っていう風にハードルを下げてあげて、他のね同人誌作家さんとかね BL 漫画とか見たらものすごい長いページで綺麗な絵でちゃんと書いてるのを見て、自分もあんな風に書けないといけないのかなみたいにちょっとこうビビっちゃう人もいると思うんですけど、もう最初は僕は短いページ数でも漫画っぽいものができればもうそれで十分と思ってもいいと思います。今回の説明では初心者向けすぎて物足らないっていう方もいらっしゃると思うんですよ。すでにある程度漫画を書いてらっしゃる方は、もっと自分の漫画がたくさんの人に読まれたり同人誌とかが売れる方法ですよね、そういうのを知りたかったっていう方もいらっしゃったと思います。その方は明日僕の公式 LINE で売れる BL 漫画売れない BL 漫画5つの違いっていうのを配信しますので、ぜひそちらで情報をゲットしてください。僕は時々公式 LINE で漫画制作に役立つ有料級のブログを人数限定で無料で配信させてもらってるんですけど、この有料級のブログがものすごい好評です。毎回30分もしないうちに全て定員オーバーになってしまいます。絶対ブログをゲットしたいという方はぜひお友達登録をしておいてください。だいたい夜配信が始まることが多いです。今回の動画のまとめです。初心者向け BL 漫画の描き方は、1つキャラクターを決める、2つ性格を決める、3つ舞台を決める、4つ立場を決める、5つストーリーはなくても良い、6つページ数は短めに。僕はね BL 専門の漫画家ではないので、 BL 漫画をね描いてる人たちが僕のところに集まってくれるのはすごく嬉しいんですけど、僕でもいいのかっていう風に必ず尋ねることにしてるんですよ。そしたら BL 漫画家さんは BL 漫画を描いてる者同士で話してしまうと視点がどうしても似てしまうと、つまり言うことがみんな一緒になっちゃうってことですね。それから好みに偏りがあったり自分のこだわりが強すぎるので、一般漫画雑誌で連載してきた僕ハイドさんですよねのアドバイスが欲しいっていう方が集まってこられています。 BL 作家さんは連載してる方も基本的な漫画を学んでこなかったっていう方が多いので、僕のところに来て皆さんね気づきや発見をたくさん得て、どんどん自分の漫画をレベルアップしておられます。僕は漫画家を育てるコンサルタントをしていますので、自分の漫画が一日でも早く認められたいという方はペガサスハイドというプロの漫画家の脳みそを借りて成功までのスピードを早めてみませんか。デビュー前の新人から連載漫画家まで多くの人が僕のコンサルを受けてくださっています。今ねプロの連載作家の方も増えています。興味がある方はぜひ動画下の URL から無料相談に来てください。僕がマンツーマンでお話しできる今のうちにぜひ。前後は急げ早い者勝ちですよ。